アイデイリーによると、オランダが台湾を破って東京行きを確定した。ソウルラウンドで生き残った2チームはオランダとイスラエルだ。韓国は1次ラウンドで最終的に脱落した。オランダは3月8日、ソウル古直スカイドームで行われた WBC ソウルラウンドの台湾との対決で6対5で勝利した。オランダが2勝を先取したことにより、イスラエルと共に A 組で2勝を挙げたチームになった。両チームは東京ドームへ向かう。韓国と台湾は脱落の苦杯を飲んだ。1勝だけ収めれば第2ラウンド進出が可能だったオランダは、精鋭ラインナップを打ち出した。先制点はオランダだった。2回裏先頭打者バレンティンのセンター前安打、グレゴリアスの2塁打で西一三塁のチャンスとし、リカルドがタイムリーヒットを打った。台湾は3回表すぐにスコアを覆した。チャンジーハオとチェンチーシェンの連続安打で無視に3塁とし、相手先発投手ジャージェンスの暴投で同点とした。続いて無視3塁のチャンスで臨時シェンの犠牲フライで3塁走者を呼び入れた。台湾、2対1でリード。オランダは4回裏に3点を取って逆転した。バレンティン、スクープ、グレゴリアスが3連打で2得点して火蓋を切った。ここでリカルドがタイムリーヒットで追加点を挙げた。台湾はしつこくオランダを追いかけた。5回表無視1塁の状況でチャンジュハオが右本塁打を放ち4対4と追いついた。再び連続安打で無視1、3塁とし、リニーチェンの内野ゴロの間に1点を加えた。オランダは8回裏西3塁のチャンスでグレゴリアスがタイムリー2塁打を放って同点とした。グレゴリアスは8回までで4打数3安打3打点を記録し大活躍した。5対5と拮抗した勝負は9回裏オランダの勝利で終止符を打った。内野安打と四球、中前安打で無視満塁とした。後続の打者プロファーが押し出し四球を選んで押し出しとなり、オランダに6対5の勝利をもたらした。台湾は私たちよりもね、笑い。台湾は投手もあったが、韓国は開催国でありながら投手も何もない。ただ明日になって3敗して A 組最下位となって KBO のレベルを見せつける。最弱打線という台湾も5点取ったよ、笑い。明日もそうなるのではないか、ふふふ。台湾は負けたがよく戦ったね。どこかの国よりもはるかに優れている、1万倍ほど。私たちは最下位級だ、今日悟った。明日の記事予想、大韓民国、台湾相手に有終の美を収めるか？予想可能な記事、笑い。アジア初の開催国1次ラウンド敗退。本当に大韓民国国家代表は世代交代してバブルたちは本当に反省しろ。台湾野球を犬無視するのに簡単に勝った試合を見た記憶がない。私の考えでは台湾にも負けるようだ。大韓民国1次ラウンド敗退。それも本拠地で、笑い。明日台湾戦も油断できないようだ。明日台湾戦で負ければ本当に国家代表最高の黒歴史が。明日昼間イスラエルとオランダの A 組1位決定戦、夜は朝鮮半島と島中国の最下位決定戦。今回の大会オランダ、イスラエル、台湾は遠征試合なのにホームランが炸裂したが、いざホームという挑戦だけホームランなしなのはどうなのか？うん、キムチゾーンにホーム声援受けても19イニング1得点の朝鮮半島。日本で2軍を行き来したイ・スンヨクが韓国ではレジェンドだ。当然の脱落である。ともすると飲酒運転など様々な逸脱に、ファンミーティングでもファンを軽く見る奴らが頻繁にいるのに、試合前日に酒を飲んで、とてもプロスポーツ選手では見ることができないほどの管理ができないスタイル。プロ精神は少しも見せないくせに給与交渉の時だけはプライドだけ高い。そのようなプロでもないプロが蔓延し、国内の野球崩壊はすでに予見されたんじゃないか？わずか10年前は8球団揃えるのも難しく、ファンたちがいくつかの関心を持ってくれたら、100億、150億がバカに見える。ファンはただお前らの年俸交渉の手段であるだけか？どこかで野球選手と言うな、恥ずかしくなる。最後の投手は本当に KBO 水準だ。編集所感。地元開催で1次ラウンド敗退、これは五輪開催国金メダルなし級の恥ずかしさだ。世界ランキング3位で地元開催という誰がどう見ても勝ち上がるはずだったが台湾と揃って連敗して両チームは脱落が決定した。世界ランキング41位で野球不毛の地とされるイスラエル、欧州の野球強国で世界ランキング9位のオランダに相次いで敗れた。ちなみに台湾は世界ランキング4位である。
ったレモが3位と4位である韓国と台湾の通過を予想しただろうが、真っ先にこの2チームが脱落という、スポーツは噛み合わないとこうなるから怖い。台湾も様々言い訳があるだろうが、今回はとにかく悲惨だった。オランダはたびたび集中打を浴びせ一気に点を取った。台湾も投手陣が肝心なところで踏ん張れなかったのが残念だ。試合自体は一進一退でまだ見られたが、最後は台湾の守備陣と投手陣が崩壊して自滅した。9回裏、記事では内野安打としているがエラーである。その後四球シングルヒットで満塁となり、四球で1点献上してさよなら負け。最悪だ、こういうチームは長い目で見ても勝ち残れない。脱落すべくして脱落したと言えるだろう。ビリ決定戦はどうでもいいが、韓国にとっては最後だし見ようかな。勝っても喜べないし、負ければさらに喜べないことだろう。どうせなら地元開催参戦全敗として、この際黒歴史を真っ黒に染め上げてほしいものだ。チャンネルへのご登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面下のチャンネル登録ボタンから登録が可能です。